お疲れ様です。272話ですか。しっかりと浮き倒らせていただきました。まあ、前回と引き続いてるんですけども、まあ、やっぱりこうね、まあ、お金のことを真剣に考えてると、本当に行き詰まることってあると思うんですよ。じゃあ、行き詰まらない人は何でかっていうと、お金のことを考えてないからなんですよね。いや、簡単にお金が稼げるんだったら行き詰まらなくて済むんですけども、そうじゃないじゃないですか。で、思ったよりも早く、その各種値上げ増税来てますよね。でこれってのも払ってるからこそきついわけなんですよ。でも値上げがあっても増税があっても特に身銭を切らない人っていうのはどっちでもいいわけなんですよね。だからそういう意味で言うとなかなかそのまあタカさんとは言わないですけどもね、お金を稼いでる立場の人とその家族との軋轢っていうのは絶対消えないと思うんですよ。だからあんまりね、まともに話し合わないことじゃないかなと思うんですけどもね。もちろん分かっていただけるような家族だったらいいんですけども、なかなかそうもいかないと思いますんで、それに加えてこう稼ぎ方にもケチをつけるわけですよね。例えばこの仕事は辞めて、あの仕事は辞めてとかね。前もお話したと思うんですけども、まあ例えばその YouTuber として不安定な暮らしを乗り越えようとして一生懸命頑張ってるお父さんに対して、そんなこと辞めて就職してよっていうのは何よりものこの侮辱だと思うんですよね。やっぱ職業を選択してまさに自分の生命をかけて家族を守ろうとしているのに、それに対してね、大切な家族が辞めてというわけですからね。うん、だから代わりに、じゃあ何の職業だったらいいのとかね、どの職業だったらお前は満足するんだっていうことをやっぱ突きつけるべきかもしれませんし、あとまあ稼ぎが足りないっていうんだったら別にお前が働いてもいいんだよって話ですよね。うん、だからね、なんかこう結局は、まあ会社を経営してて私思ったのは、社員がやらないことっていうのは社長が全部ケツを持たないといけないんですよね。で、なぜか割を食うのは社長であり、ケツを拭いてサボってた人に給料を借金して払う経営者がそこにいるっていう感じなんですよ。で、そういうふうにね、実はね、まあ、ある意味会社って社員を搾取して社長が太るっていうのを目論んでやるわけですけども、ほとんどの場合は社長が社員に搾取されてるわけなんですよね。この搾取の構造っていうのがいろんなところで起きてきて、まあ不具合が生じてるのかなと思いますよね。まあちょっとあんまり話しすぎるとあれなんですけども、察するところがあると思いますけども、まあ速稼塾に来てね、稼ぎたいと言って、頑張る人結構いらっしゃるんですけども、稼げるとなんか離婚する可能性すごく高まるんですよ、残念ながらね。それは男性から稼げると、自分で頑張って稼いだお金をなんで家族に使わないといけないのかなっていうふうに思ってくるのと、奥さんがね、旦那さんを支えるために稼ぎ始めたら、あ、お金稼げちゃって、なんか旦那だらしな、なんでこんな人と一緒にいるんだろうみたいな感じで目が覚めるみたいで、なんかね、私はちょっと人を稼げさせることにえらい責任を感じるっていうかね。だからマインドセットも鍛えていかないといけないんですよ。一方的に損する立場でいいじゃないかっていうね、マインドセットですよね。結局誰かが一方的にその何かを支えないといけないわけなんですよ。で、早めに討ち死にするというかね。まあそうやってね、なんかこう損得抜きでやるとこまで来れればいいんですけども、まあ今回いろいろメッセージいただきな、気になる男のシリーズですね、ここからちょっと不穏な空気の出るようなメッセージはね、ちょっと抑えていきながら、もうちょっと明るいことを話していこうかなと思います。まあ私の言うことはもうだいぶお分かりいただけたと思うんで、口も結構悪くなりますんでね。はい、それでね、これからなんですけども、この気になる男シリーズっていうのは、お金を稼ぎたい人に稼ぐネタをどん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 お伝えしていくっていうのも大事なんですよ、お金の問題解決っていう意味ではね。でもお金の問題解決以外に何とかしたいっていうニーズもあるわけですよ。それは何かっていうと、仕事でうまくいってないと、お金についてはまあ今はすぐどうにかっていうことではないんだけども、このままだとこの仕事を辞めざるを得ない、もしくは仕事先の人とトラブってしまったとか、うまく営業成績が取れないとかね。それからこの仕事で本当にいいんだろうか。やっぱり仕事っていうのはお金を稼ぐ手段として使ってる人もいますけども、収入と仕事って分けることもできるんですよね。例えば地域活動っていうのは給料にはならないんですけども、多くの人が信頼を集めて地域で豊かに暮らしていくためにしっかりと責任を遂行するっていう意味ではすごく崇高な仕事だと思うんですよ。で、地域で役割を与えられて何の得もないのにそれをこなしていくことによって一目置かれるみたいな、そういうのもコミュニケーション力の一部といえば一部ですからね。やっぱこう世のため人のためになる人って
とってもありがたがられますよね。だから余力があるんだったらそういうことをやるべきだし、余力がないのにそれをやるとね、本末転倒になっちゃうんですけども、まあ、多少全ての人がね、誰かのために何かを無償でやってるところはあると思いますし、それがなんかお互いを支え合うと思いますから、そういう意味で言うと仕事をどうやって問題解決していくかみたいな発信も、別に人を儲けさせるわけじゃないんだけども、きっと多くの人を救うことになるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、それから恋愛ですよね。恋愛っていうのは何も恋人がいるいないとかっていうレベルじゃなくって、今現実に付き合ってる人とどうやっていくかとか、まあ、奥さんとか旦那さんとどのようにやっていけば、まあ、いいのかとかね、それぞれその悩んでるところって別々にあると思いますけども、まあ無限にあるわけですよ。なんせその他人が他人に対して思いを馳せるわけですから、それは気に入らないこともあったりとかね、やっぱこう未熟な判断で人を誤解したりとかもしますから、じゃあそういうのをどういうふうに解決しちゃうかっていうシリーズも、この気になるところシリーズでテーマとして扱えるところだと思います。であとは健康ですよね。健康の問題も結構あって、特に精神的な健康ってのは結構深いんじゃないですか。今精神的な健康っていうのはちょっとおっちょこちょいとかね、気にしすぎるとかね、あとは鈍感とかっていうのも、これも精神的な病だと言えるんですよ。で周りの人とそれで齟齬が生まれなければいいんですけども、神経質な人とあんまり気にしない人って本当に合わないんですよね。だからそれをどのように融合させていくかっていうのも、多分情報の力とかでやっていけると思いますんで、まさにねこういうところにフォーカスしていくことによって、別に稼ぎたいから YouTube 見てるわけじゃないよっていう人もちゃんとカバーしていく。でどのテーマでやっていくかっていうのが結局再生数とかチャンネル登録に現れてくるんで、そこに対して商品の提案もできるよねっていうことなんですよね。まあ、ちなみに私が再生数を、ね、瞬間的に稼ごうと思ったら政治ネタなんですけども、こと政治ネタに関してはバックエンドが何もないんですよ。なんですかね、立憲民主党を投票しましょうとかね、公明党に入りましょうみたいなね、おかしな、なんかバックエンドになっちゃって、個人的には何得もないんで、政治を叩いてもいいことはないかなと。ただ瞬間的にアクセスは稼げるんで、なんとなくね、やったぞって気になるんですよね。まあそんなこともありますんで、これからもね、気になるところシリーズは、厳しいこととかね、お金に関することだけでなくて、他にもテーマを広げながら進めていければなと思います。まあちなみにですよ、お題を出せるものだとしたら、例えばですよ、奥さんが旦那さんの仕事に反対してますと、どうすればいいでしょうかっていうようなご質問が来た時にどのようにするでしょうか。私は前回それについてはもうね回答してますけどもね一言で言うとしようみたいなねほっとくみたいな感じですけどもね、もう男の仕事にケチつけんな、文句があるんだったら別にいつだって出てっていいんだぞみたいな感じですよね。その代わり不自由はさせないと、しっかり稼いでくるっていうことはね約束しますけどね、腹がくくれてばこれができるんじゃないかなと私は思いますけども、改めてお伺いしますけども、旦那さんの仕事に奥さんがなんか疑問を持ったりとかね、やめてよって言い出したら旦那さんはどうするべきなんでしょうかみたいなところがね、もしお客様や視聴者さんから質問が来たらどうするでしょうかみたいな、これは仕事に対する問題解決というテーマになります。いってらっしゃい。